業界に入るきっかけもジュニア君の事務所のカエルスタジオというところと出会ったのが、きっかけでもあるし、ジュールで働いてた時に、音楽活動を並行してやってて、まあ、そこでいろいろあったことによって、まあ、ジュールを辞めようかなと悩んでた時に、まあ、相談したら、自分の原因でそういうことに追い込まれてるわけじゃないから、俺やったら自分のやりたいことをやると、そういう一言をもらったことで、またこの業界を、プレッシャーあるかもわからんけどやり続けようと、決意しました。ただ周りはすごい、もう多分いい仕事はできへんし、プレッシャーの中やめた方がいいんじゃないかっていう声が多い中、唯一ジュニア君だけは、俺やったら自分のやりたいことをやり続けるって言ったことに、自分もそうやなと、自分のやりたいのは何やと思ったら、まだこのクラブ業界やっていうのがきっかけで、やって今に至ってます。ありがとうございます。